おっさんがビールを飲みながらダラダラ飲めるしょうもないやつなんですけども、タワマンの2階に住んでるやつの心理を説明お願いします。あ、賢い人だと思いますよ。僕の知り合いでお台場のタワマンに住んでる人がいるんですけど、タワマンって設備が結構いろいろ優秀なものがあるんですよ。プールがあったりとかジムがあったりとかで、そのタワマンの住人だけ使えるっていう設備があるんですけど、でじゃあ管理費がいくらかっていうと、その上の方の階の方が管理費が高かったり、ひどい部屋の方が管理費が高かったりして、で不動産買うにしてもやっぱタワマンって上の方が値段高いのね。ところが、まあ、2階とか低いところだと値段も安いし管理費も安いにもかかわらず、そのタワマンの設備使い放題なので、実は安くそういう設備が使えるのでコスパめっちゃいいんですよ。なので僕タワマン、ディスってますけど、タワマンを賃貸で借りる、さらに低い層で借りるは超お得なんですよ。なんとかと煙って高いとこ好きじゃないですか。でもタワマンって住むと、例えばその40階みたいなとこ住むとエレベーター来るの超時間かかるし、下に降りて郵便受けから手紙を取って上に上がるだけでも20分とかかったりするんですよ、待ち時間とかで。でも2階だったらさ、階段通りて上がればいいじゃんとかなんで、すげえ楽なんですよ。はい。